ップ放送中。これが本物の赤城田の桜超特急ですね。いやー、でもこの桜超特急はですね、実は嵐の楽曲を作っている多田信也さんに作っていただいたので、皆さんこれは間違いではないんです。あえてなんですよ。はい、というわけで時刻は12時21分を回っています。さあ、ここからはキンプクリップのコーナーです。このコーナーでは様々なジャンルからゲストを招きし、取り組んでいることやイベントの紹介などをしていただきます。そして最後にゲストの方にはリスナーさんへキープしてほしいことをお聞きしてまいります。さあ、皆さん大変お待たせいたしました。本日のゲストの方はメット群馬2021からチーム前橋フルセンさん、そして赤城団から加藤さやかさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいコラボですね、はい、フルセンさんはもう赤城団 T シャツを着てきてくださっているというあの初期から追っかけておりますのでありがとうございます。またフルセンさん、お久しぶりでございますけど、はい、よろしくお願いします。今日はメット群馬2021の PR ということで、はいはい、まずこのプレゼンテーションはどういった内容になってるのかぜひ教えてください。はい、いろいろな立場からですね、15分間のプレゼンを通して世の中を良くしていこうという、そういった活動をしております。なるほど。ちなみにどういったプレゼンターの皆さんが登壇されるんですか？もともとですね、医療職が多かったんですけども、今となってはさやきとかね出てきますし、まあ、いろいろ本当にあのレストラン経営の方もいらっしゃいますし、わー、はい、なるほど。たくさんのジャンルから皆さんのプレゼンテーションが聞けるということで、はい、ちなみにこのメット群馬を開催しようと思ったきっかけって何ですか？はい、もともとメッドジャパンという東京で行われていたプレゼン大会にですね、たまたま前橋出身の仲間がおりまして、じゃあこれ前橋でもやっちゃおうよと、そういう流れでございます。なるほど、はい、もう前もお昼の番組には来ていただきまして、ありがとうございます。今回で何回目ですかね？3回目です。あ、じゃあもう常連さんですね。はい、そこからの圧が強いです生きて帰れますかね。大丈夫ですか？そして今日フルセンさんがこの方を呼んできてくださったんですよね。ご紹介お願いします。はい、初期面加藤さんです。はい、さやきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします加藤さん、はじめまして。はじめまして、パーソナリティの磯彩香さん。アイドルの加藤さんなんて白々しいね、はい、ですけど、フルセンさん間近で聞いてどうですか？素晴らしいパートナーシップコラボレーションだと思います。ありがとうございます。いや、嬉しいです本当に。あーちゃんがこう仕事している場所にお邪魔させていただいて、こうパーソナリティのあーちゃんとしてラジオに出るの本当に初めてなので、すごく嬉しいです。わー、ありがとうございますよ加藤さん。そしたらね、初っ端から嵐をかけてくださるという、はい、そうなんですよ。まあ変わらないっていうじゃあさやきぜひ、はい、皆さん初めてさやきのことを知る方もいるので、うん、そうですよね、自己紹介、はい、お願いしてもいいですか？はい、私は加藤さやかと申します。赤城団の初期メンバーとして2011年から赤城団メンバーに加入させていただいて、今もずっと活動してるんですけれども、2019年の秋にちょっと大病を患いまして、そこから、視覚障害者となってしまったんですが、今もほとんど目は見えない中なんですけれども、ライブ活動などをさせていただいています。そうなんですよね、はい、もう少しこう病気に、ね、なっちゃったその経緯とかも教えてもらえますか？うん、はい、そうですね、2019年の時に、春頃からだんだん目が砂嵐みたいな感じで視界ジャックがよく起きるようになって、うん、それでなんだろうなと思っていろんな病院を、回ったんですけれども、秋頃になって MRI を入ったところ、脳腫瘍が見つかって、うん、でそこから腫瘍の手術は無事終わったんですけれども、まだ視力がちょっとダメになってしまって、うん、今もちょっとほとんど見えてないという状況です。でもフルセンさん、はい、もうね、いつもライブに来ていただいてるので分かると思いますけど、はい、感じさせないパフォーマンスですよね。もう本当に、いや、本当は見えてんじゃないの？思っちゃいます。そうですよ。ありがとうございます。皆さん止まって踊ってるわけじゃないんですよ。メンバー15人の中に混ざって踊ってるんですよ。そうですよ、はい、フルセンさん、うん、今回はこのプレゼンテーションに、はい、さやきを会ってきたわけなんですけど、はい、その意図とか経緯とかって何ですかね？やはりですね、同じような、症状を患っている方に勇気を与える内容だと思いまして、うん、今回はもう加藤さんにぜひと。
ありがとうございます。ちなみに今回はどんなテーマでプレゼンテーションするんですか？はい、そうですね、まだちょっといろいろ模索中ではあるんですけれども、まあ、私の経験などを皆さんに知っていただいて、でそこから私が感じたこととか、少しでも聞いてくださる方に勇気とか希望を持っていただけたらいいなと思って、前向きな話ができたらいいなと思っています。なるほど、はい、よろしくお願いしま す, お願いしますきちんとテーマがあるんですよね。あ、ね、はい、あ、正規あーちゃんが読んじゃって大丈夫かな？あ、お願いします。分かった、1年前の誕生日プレゼントは光のない世界でしたっていうね、うん、もう一見こうタイトルからすると、うん、ってね思うかもしれませんけど、はい、ここからさやきのプレゼンテーションは明るくて前向きな。そうですね、まあ、ちょっと闇が見えるかも私がちょっとマイナス思考なので、もともと闇が見えたらすみませんって感じですけれども、皆さんにも光が見えて、いいプレゼンができればいいなと思います。うん、また今回いろんな方にね見に来ていただけると思いますけど、はい、もちろんこうどんなことをみんなに伝えたいですか？そうですね、なんか私のことはもちろんですけど、赤木団のことも、まあ、ご存じない方もいらっしゃるかなと思うので、そういった方にも、10周年を迎える赤木団がすごくずっと頑張ってきたんだよってことも伝わればいいなって思います。ありがとうございます。はい、古瀬さん、赤木団ライブしていいんですか？あ、もうプレゼンの後に、スペシャルパフォーマンスをぜひやったー、はい、これ古瀬さんが見たいわけではないですけどバレてますか？バレバレですよ、その T シャツ着てるんだもん。ありがとうございますねえ、というわけでライブあり、たくさんの方のプレゼンテーションがあるということなんですけど、さやき以外に古瀬さん、はい、どんな方々の出演でどんなタイトルがありますかね？はい、今回ですね、セッション3つに分かれておりまして、午前中のセッション4名の方が登壇するんですけれども、私司会なんですけれども、司会でプレゼンをしてくれる鈴木先生がですね、この15分のプレゼンのために九州から来ます。九州から最近、はい、そして生きる食べるを伝える鹿の、仕事のですね広がりを皆さんに話してくれる予定になっております。なるほど、他にも有名な方々がいますよね。はい、セッション B ではですね、こちらでも放送によく出ていらっしゃるママダさんとか、はい、LGBTQ パートになっておりまして、そうですね、2人のプレゼンテーションの後にカランコイの花というショートムービーを見ます。うん、でそこに、出演している前橋出身の手島美優さんを交えてパネルディスカッション、LGBTQ に関してのパネルディスカッションを準備しております。はい、そしてセッション C、これは大体芸能人パートと呼ばれてるんですけれども、最近かな、はい、新井さん、新井舞さんが、外見コンプレックスについての、プレゼンテーション、そして富所さん、すみます芸人アンカー民間の富所さんも、はい、プレゼン、そして元日テレアナウンサーの町亜生さんもプレゼンテーション、なるほど、はい、ウィズコロナ時代のプレゼンテーションをしていただきます。こういった方をですね、プレゼンした後に大鳥が加藤様そうですよ、大鳥です。プレッシャーが大変なことになっております今回最後ですよ、はい、今の気持ちはどうですか？いや本当にちょっともうどんなことを言ったらいいかがもう本当にどうしようって感じです。いろんな素晴らしい方々の後になってしまうので、どうしようかなどうしようかなっていう感じではあるんですけれども、でももうプレゼンテーションの内容っていうのはどこまでもう考えてあるんですか？なんとなく大まかには決まっていて、うん、あとは調整していくっていう感じにはなってます。全部で何分間ですか？全部で一応プレゼンテーションは15分を予定していて、でその後ライブもさせていただくので全部で35分間ぐらいですかね、はい、そこも混ぜてくる。ちょっと伸びてもいいですよ。やったやった、じゃあ何曲入れようかな、ね、何曲やるかなねえ、でも私も実は古瀬さんに以前声をかけていただきまして、はい、うん、私もねこのメット群馬にプレゼンテーションさせていただいた時に、うん、まあ、トップバッターだったので、はい、そのバトンを次はさやきにつなぐので、さやき頑張ってください。頑張ります。すごい緊張しますよ。ですよね。そう、いやあーちゃんで緊張するんじゃ本当に私なんて どうなってしまうんやって感じ。何を言ってるんですか。でも本当に涙がでも溢れそうになります。そのぐらい皆さんが集中して聞いてくれるから、うん、思いの丈を話すのね、やっぱりいっぱい。そうだよね。だからさやきの涙も見れるんですかね、古瀬さん。いや、あーちゃんの涙が見れちゃうかもしれませんね。あ、確かに
うん、そうかも。そうだね、聞いてる方はぜひ、はい、あのハンカチを持って、あ、そうですね、足を運んでください。はい、さあというわけで見に、ね、行きたくなった方たくさんいらっしゃると思いますので、どうやったら皆さん行けますかね、教えてください。はい、まずはですね、メッド群馬2021と、検索していただくと、ホームページが出てまいりますので、そこから、入っていただくか、もしチラシをお持ちの方は、QR コード、そこを読む、もしくはファックスの、番号が書いてありますので、ファックスで申し込んでいただいて、であらかじめですね、申し込んでいただくと3000円なんですけども、当日になると4000円になってしまいますので、ぜひあらかじめお申し込みいただければと思います。ありがとうございます。またコロナ対策とかも大丈夫ですか？はい、入り口でですね、検温、そして手指消毒、完璧に我々医療従事者がやらせていただきますので、ですよね、はい、皆さんご安心してね、来ていただきたいなと思います。うん、さあというわけで今日はたくさんお話を伺いましたが、さやき、はい、もう、うん、ゴールデンウィーク明けたらすぐですよね。ー、本当ですね。ゴールデンウィークもなんかバタバタ、赤木団イベントたくさんあってバタバタするので、うもうそこからのって感じですよね。そうだよね、うん、でもね、こう言ってあれですけど、うん、なんて言うんだろう、こう資格ね、商品ね、はい、あのハンデを持っているけど、うん、その分こういうお仕事が増えたり、一人の仕事が増えたり、プラスになったこともきっとたくさんあると思うんだよね。そうですね、そこら辺がやっぱり今回のタイトルのプレゼントにあたる部分かなともちょっと思っています。うん、素晴らしい。なるほど、はい、楽しみですね。でまた今日は応援に来てくださってる方がたくさんいますけど、はい、本当に嬉しいです。私ラジオ自体が出演が本当に病気になってから初めてだったので、そっか、そう、もう第1弾がクリップですごく嬉しいです。わー、すごい嬉しいな。昨日は NHK、 今日は M ウェーブ。そうです、昨日見ました、NHK のどうでしたか？もう涙出ました。ありがとうございます。朝の番組でも、うん、いろんなリスナーさんから、うん、あと関係者の方々から、うん、見たよって、 NHK 見たよって、あ、そう、ありがとうございます。私はちょっと昨日東京の方にあの脳腫瘍の検査だったので、うん、まだ見てません。そう、本人がねまだ見れてないんですよ。でもね、あのいろんなことがありながらも、はい、前向きにね頑張ってるさやきを見ると、古先生やはりいろんな勇気や元気もらえますよね。いや、もう本当に今回大鳥に選んでよかったなと、はい、そのプレゼンからの流れで感動的なライブパフォーマンス、うん、よろしくお願いいたします。任せてください。またね、他のね登壇者の方もいらっしゃいますから、はい、でたくさん伝わるものもあると思います。ぜひ最後に古瀬さん、皆さんに一言キープクリップ以外でお願いします。キープクリップ以外ですね、はい、ぜひ何か伝えたいことがあれば。はい、このメッドっていうプレゼンテーションなんですけども、命の場から社会を良くするという名のもとにですね、本当にみんな言霊に力を、命を添えて皆さんにお届けします。本当に一日ですね聞いていると、本当にそこで人生変わった人も実は何人もいらっしゃるんで、ぜひ皆さん、あの今回、コロナ禍でお越しいただけない、全世界で今聞いている方もですね、オンラインがあります。お、オンライン配信がありますので、そう、オンラインでライブも流しちゃうんですよ。わー、嬉しい。はい、世界で聞けるということなので、ぜひ、足を運べない方、オンラインでも参加していただけたら嬉しいです。ありがとうございます、はい、そして加藤さやかさん、うん、はい、ぜひ最後に皆さんに伝えたいことがあればどうぞ。はい、私は視力障害を持って、今まで当たり前だと少し思っていた部分のことが全て当たり前じゃないなと、とても痛感させられました。そうですね、まあいろいろとあの人生でね、あるとは思うんですけれども、うん、まあ、私の少しちょっとした経験ではありますけれども、こうしたことを聞いていただいて、何かあのこれからの人生に少しでも何か影響が皆さんのところにあるととても嬉しいなと思います。あのここの子はメンバーみんなでライブもしますので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。ありがとうございます。ね、なんか自分のことじゃなくて、こう若木団をよろしくお願いしますっていう謙虚な姿勢も本当にね人として尊敬してます。とんでもないです。泣いても大丈夫ですか？はい、ハンカチ持ってきてくださいね、当日。はい、あの赤木団タオルで。ぜひ。さあというわけで本当に今日はありがとうございました。それでは最後の締めということで、はい、古瀬さん、キープクリップ元気よくお願いします。はい、それでは皆さん、メッド群馬よろしくお願いします。キープクリップは、さあ変わる幸せ、元気な言葉の波に乗れです。ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストの方はメッド群馬2021チーム
ム前橋から古仙さん、そして赤木団から加藤さやかさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは1曲お届けしましょう。今度こそ赤木団の曲です。どっちにしようかな。片思いナイチンゲール。